ローナインスワード。ローーナインスワードは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズ市内の一地区名。ニューオーリンズ市は17の地区に分けられており、ローーナインスワードはその名前からわかる通り、第9地区の一部である。ローアーとは、第9地区の中でもより、ミシシッピ川の河口に近い側、他の市内の地域よりも下流側であることを示している。ローアー9と省略した形で称されることもある。 この地域は2005年のハリケーンカトリーナの際に壊滅的な被害を受けたことで全米の注目を集めることとなった。この地区は南はミシシッピ川、東はセントバーナード郡、西は工業水路に接しており、水路の対岸にはニューオーリンズ市のバイウォーター地域が広がる。北側の境界線はフロリダ水路とされることが多い。 フロリダ水路の北側の工業地区もロワー,ーナインス、ワードの一部とされることもおり、この解釈では、地区の北側の境界線は、ミシシッピ川安康水路である。フロリダ水路北側の工業地区と湿地帯を除いた、ロワー,ーナインスワードは、東西に 2km、南北に 3.2km ほどである。地区には、ミシシッピ川に並行して3つの大きな通りが、横切っており、 それぞれが橋で工業水路を越えている。ミシシッピ側に一番近い側にあるのがセント・クロード・アベニュー。地区の半ばの通りがクレー・ボーン・アベニューである。地区全般に商業施設は点在してはいるものの、主な商業施設はこの二つの通り沿いに集中している。北側にはフロリダ・アベニューがある。全二社はセント・バーナード群へ抜けている。フロリダ・アベニューも 軍の境界線を越えて延長する要提案は、されてきたものの、現時点では、ニューオーリンズ市内で止まっている。地区の住民の大半は、アフリカ系アメリカ人であり、非アフリカ系のマイノリティ人種の大半は、より、ミシシッピ側に近い側に居住している。住民の大半は労働者階級であるが、地区内の家屋の約60%は居住者が所有している。 ローアナインスワードはニューオーリンズでは数少ないハウジングプロジェクトがない地域である。ローアナインスワードはまたジャクソン弊社があることでも知られている。弊社は現在はルイジアナ国立警備隊の本部として機能している。球団役庫と新館には軍事博物館も併設し、米国の戦争関連の大規模な展示がある。全米ライフル協会が主催する2000年度の 射撃スポーツキャンプとコーチ教室が2000年6月28日から7月2日まで日程でジャクソン弊社にて開催された。アンダイスの小説を1994年に映画化したインタビューウィズ・ヴァンパイアではローアーナインスワードに沿ったミシシッピ川の地区底の金目な部分とジャクソン弊社の内部が撮影現場に使われている。ロー,ーナインスワードの著名な住民には ミュージシャン、歌手、ソングライターのファッツドミノ、NFL 選手のマーシャルホーク、詩人で作家のカラムやサラーム、ラッパーのマジックらがいる。セントクロード・アベニューのミシシッピ川寄りの地域は当初から都市部として開発された。この地域はホリー・クロス地域と称されることもある。これは大規模なカトリックの学校、ホリー・クロス高等学校があるためである。 この学校は、ロワーナインス以外の地域からも生徒が通う学校として知られている。ルイジアナ州の植民地時代には、この地にはプランテーションが広がっていた。19世紀の初頭から、川に近い地域が、バイウォーター地域と共に住宅地として整備された。1834年に、米国陸軍がジャクソン兵舎をこの地に建設した。1870年代の時点では、 セントクロードアベニューの裏側の地域は小規模な農場が大部分を占め住宅はまばらであった。川から見てクレーボーンアベニューの向こう側は主に糸杉が生える湿地帯であった。ローアナインスワードとして知られるようになったこの地域がナインスワードの中でも特別な地域として認識されるようになったのは1920年代初頭に 工業水路が引かれ、ナインスワードが分断されてからのことである。この時点で、人々は水路を隔てて、川の上流地域をアッパーナインスワード、下流地域をローワーと呼ぶようになった。工業水路が存在することにより、この地域の開発は水路に沿って、さらに進められ、地域に安定的に食をもたらした。20世紀後半に運送業務が、 コンテナ化されると労働の需要は減少し、この地域の経済状態の悪化につながっていった。1965年にハリケーンベッチィがニューオーリンズを襲った、工業水路沿いの堤防は決壊し、ロワーナインスワードの相当部分に水害をもたらす、結果となった。当時の大統領、リンドン・ B ・ー・ジョンソンは、ハリケーンの直後に現地を視察し、被災者の救済を指示した。 2005年、ハリケーンカトリーナがニューオーリンズを襲った。少なくとも4つの水路の複数の堤防が決壊し、ニューオーリンズ市の大部分が洪水により大きな被害を受けた。一部には、これらの堤防は意図的に爆破されたという噂も広がった。ニューオーリンズにおいて、ロワーアナインスワード、とりわけクレーボーンアベニューとその裏側の地帯は、最大の被害を受けた。 ハリケーンの余波による洪水はこの地域に少なくとも3つの別の箇所から流れ込んだと見られている。東側はセントバーナード郡から水が流れ込み、西側はフロリダアベニューから一ブロックったところとクレーボーンアベニューの裏側の2箇所で工業水路が大きく決壊した。水圧は単に家屋を浸水させただけにとどまらず、その土台から破壊、もしくは押し流した。 クレーボーンアベニューの決壊場所から大きなハシケイング4727が地区内に侵入し、家屋がその下敷きになった。ハリケーンの余波は非常に大きく、ホリークロス高校や川の堤防など、ロワーアナインスの一番高い部分でさえも水に浸かってしまった。ホリークロス高校は、ハリケーンベッツィーの浸水時には浸水を逃れ、人々の避難所として機能した。 2006年1月の時点で、ローーナインスワードはその被害の大きさゆえ、基本的な設備と市のサービスを復活させることができず、ニューオーリンズ市内では、帰宅を希望する住民に対して解放されていない、唯一の地域として残り、夜間外出禁止令が続いていた。地区の正式な住民は、日中のみ持ち物を探し持ち出すために帰宅することを許されていたが、一部の住民はこの時点で、 すでに帰宅の準備を進めるために破壊された家の修復を進めていた。地区内で最も大きな被害を受けた地域は、海抜の低いクレーボーンアベニューの北側の地域であった。ニューオーリンズ復活委員会の仮報告書は、海抜の低い地域の一部あるいは全部を駐車場にするように進言したが、地元住民の大多数から猛烈な反対を受けた。2006年3月、 住民のグループとボランティア団体が、マーティン・ルーサー・キング小学校に侵入し、清掃を開始した。間もなく、学校の役員会で学校の再開が決定された。2006年後半の時点で、地区内の少数の商店が再開し、住民の一部が帰宅している。しかしながら、地区内の大部分は未だに換算としており、破壊されたままになっている。作業員が、 ゴミの除去と修復のできない家屋の取り壊しを連日続けているものの多数の家屋がハリケーン以降手付け数の状態で放置されている。2006年、例年銀ニューオーリンズ市長は被害の激しい家屋で適正に内部を空にする処置を施していないものについて2007年初頭までに強制収容の措置を取ると表明した。 これらの壊れた建造物は帰還した住民にとってネズミやその他有害動物の発生源となるなど深刻な問題となっていたのである。放置された建造物を収容するための同様の措置はハリケーンで被害を受けた州内及びミシシッピ州の他の軍においても取られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。